鉄友は日円プロダクションに所属する日本のお笑いコンビ。初期は鉄友という表記もあったが、鉄友の表記が正しい。鉄とも赤、青の揃いのジャージを着て友がギターを弾き、鉄がお菓子の踊りをして、なんでだろうと連呼しながら、日常の何気ない疑問について繰り広げる漫談で有名になった。なんでだろうは2003年のタイアップ効果により、同年の流行語となり、 新語、流行語大賞にも選ばれた。漫談の中で友が、立川男子などのモノマネを披露することもある。は、ダウンロード限定シングル。2009年7月、ドパがデジタルテレビジョン放送普及推進、アナログテレビジョン放送終了啓発を目的とした、日本全国地デジで元気。イベントを開始した際、地デジ芸人に選ばれた。以後、村井マリラと共に、 全国各地で行われている同イベントに参加し、地デジ PR を行っている。また、2010年2月14日に放送された、焦点で演芸コーナーに主演した際、日本全国地デジで元気のワッペンをつけたジャージで登場し、地デジ化も演芸コーナーに出演した、鉄に関するカテゴリー、もに関するカテゴリー、ありがとうございます。